日清戦争の中で自分がこの指揮官として戦って大勢の、ね、中国の人たちを殺してる、あるいは自分の仲間が殺されている、そういう中で死を見続けている、で人間がいかにエゴの中に生きざるを得ないか、それも美名がつきますよね。イデオロギーがありますから、正義の戦争のイデオロギー。そうすると、ここで小説をお読みになるときにですね、この語り手の方は読み手をどこに連れていくかというと、読み手をどこに連れていくかというと、猥雑な正義がこのエゴをくぐり抜けて、石田がこの26夜町の花火、向こうから自分の意識無意識の外部が向こうから現れてくる、この世界を見ようとしている、あるいは見ているというところに読み手を連れていくことで、世界のあらゆるものを超えていこうとする。ここに鴎外が鶏という小説を書かなければならない。つまりメタセクサリスという小説を書いて、これは性の世界の発売禁止になるような話を受けて、彼はそういう性の問題を含めて、その諸々の生身で生きている人間の問題の外部へ向かおうとする。これが鶏という小説のがこの語り手が書こうとする、あるいは鴎外が真に書こうとする、近代小説の中でです、真髄をですね、戦争の美名という、イデオロギーの美名というような、あらゆるイデオロギーを超えて外部、大いなる神と言ってもいいですけども、大いなるもの、それは信仰心じゃない、つまりそのイデオロギーで信じてるわけじゃない、観念で信じてるわけじゃない、自分のそういったもの、内側にあるものを超えていこうとする、これが過去です。つまり近代小説の真髄はここにあります。近代はいかに近代